こんばんは、水吉です。本日はですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、パク大統領支持率就任後初めて 30% 台に下落ということでですね、朝鮮日報日本語版がですね、12月16日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、パク・クンヘ大統領の国政運営に対する支持率が昨年2月25日の就任以降では初めて 30% 台に低下したということでですね、一応このパククネというふうに日本ではこう言われてるんですけども、なんか韓国語の発音ではパククンヘという方が、なんか正しいようですね。はい、で、こちらちょっと記事書いてあるんですけども、支持率はですね 39.7% らしいですね。まあこれは以前は 46% かなんかの支持率でしたから、まあ、ちょっとやばい状況に、どんどん陥っていると思いますね。まあ、このパククネのおばさんはですね、まあ、やることなすことダメだと思いますね。まあ、外交戦略、まあ、中国に寄っていって、まあ、いわゆる、米国との関係も悪くなってますし、日本との関係ももちろん悪くなっている。そして経済では、韓国経済は、もう日本のバブル崩壊後のような感じになっていると。そして円安ウォン高が続いている。そして、韓国経済はですね、消費が低迷して、まあ、とんでもないことになっているわけですよね。で、輸出産業、韓国というのは輸出産業が、結構メインなんですけども、その輸出産業もですね、衰退してきているわけですよね。日本円が強いから、まあ、誰も買ってくれないという感じになっているわけですよね。まあこれは自業自得なんですけども、やっぱ無能ですよね、本当に。まあ一言で韓、パク・クネ大統領は無能ということが言えると思いますね。でちょっとこの驚いたんですけども、韓国は一応19歳以上が有権者みたいですね。まあ、日本もいろいろ18歳から投票ができるようにするとか言ってますけども、まあちょっと驚きですね。19歳以上というのは初めて知りました。ちょっとまあずれましたけども、まあとにかく韓国の女性のイメージって悪いですね。本当最近はナッツリターンのちょっとおばさんとかですね、パククネとかですね、ファビョーンっていう感じの人が、多いイメージがありますので、まあ本当世界の恥さらしですね、朝鮮民族というのは。はい、ということで日本人としてはもう非韓三原則、これを厳守したり、非韓五原則ですよね、これをまあ厳守するのが一番じゃないかなと思いますね。まああと、日本の、まあ、安倍政権がですね、第3次安倍政権になるんでしょうか、まあ誕生して、まあ、これから日韓関係というのはですね、まあ、パク・クネ大統領は、まあ、まあ歴史認識というふうに、まあ、アホの一つ覚えのように、日本に言ってきますけども、まあ、そういうふうな姿勢であればですね、ずっと、安倍さんに、無視されるんでしょうかね。まあ、一応対話の扉は開いてるみたいな感じで、安倍さん言ってますけども、まあ、内心ではうるさいバカ野郎という感じなんでしょうね。まあ、歴史認識、歴史認識ってお前、うるさいわアホという感じなんでしょうね。まあ、ということで、まあ、安倍さんには、まあ、韓国はもうほっとけばいいんじゃないかなと、私は言いたいですね。はい。本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。